透明肌際立つロマンティックメイク披露。アンジュルムのジョークに両方衣が発売中の美容師美的11月号に登場。透明肌が際立つロマンティックメイクを披露している人気ヘア&メイクアップアーティスト直伝秋のトレンドメイク5選。9月も終わりに近づき、蒸し暑さから解放される秋はメイクもよれや崩れを気にせず思いっきり楽しみたいということで、同誌は秋の5推しメイクプランを特集。今話題の女優モデル5人の顔をパレットに、美容業界で引っ張りだこのヘア&メイクラップアーティスト5人が秋のトレンドメイクを紹介している。ジョークに両方衣ロマンティックメイク披露。上国亮はデニムブルーを甘めに着地させるロマンチックメイクに、青のアイシャドウが目を引くちょっぴりエッセイなメイクを提案したのは、程よくスパイスが効いた新鮮なバランスメイクを提案してくれると人気の吉崎さよし氏。主役は今季複数のブランドで見られたデニムみたいなロイヤルブルーシャドウ。今回はじんわり広がる甘めなチークや控えめなリップでバランスを微調整。強さとロマンティックな要素を掛け合わせて、尖りすぎないブルーメイクに仕上げてみました。との言葉通り、ブルーとピンクの絶妙なバランスが可愛い仕上がりに。メイクに合わせて、ちょっぴり辛口なデニムオンデニムスタイルにも注目。この他同特集には、白石聖、キューマデンリンカ、平優奈、森江里吉が登場する。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。